はいどうもこんにちは、ピアソンです。今回ですけども、テストサーバーに大幅なねキャラクター調整やってきたということで見ていこうかなと思います。今回めちゃくちゃ多い、まあたまにこういうキャラクター調整バーってくることあるんだけど、まあ今回そんな感じでやってきました。で多いんですけど、ハンターが6種類、サバイバーが10種類ということで、計16キャラクターの調整でございます。でまあ毎回言ってるんですけど、テストサーバー段階の情報なので、まだ本サーバー実装されるかわかんないし、まあ実際の強さっていうのはこうやって、まあ、性能を紹介していくんだけど、実戦サーバーで実際の試合で戦ってみないと、まあなんか評価が2点3点変わったりとかあるんで、その辺はねあらかじめご了承ください。で今回ですね、明らかに調整されたキャラクターの量が多いんで、分かりやすくね2本の動画に分けようと思ってます。で今回の動画では強化されたハンターサバイバー組で、次回の動画では、顔修正されたサバイバーハンター組で分けようと思っておりますので、よかったらぜひぜひねチャンネル登録、通知の設定よろしくお願いします。はい、まず最初になんですけど、サバイバー全体の移動スピードに関して、調整が入っております。これはもう全サバイバー共通なんだけど、サバイバーがダウンした状態の移動スピードが 40% アップします。まあこれどういうことかっていうと、ダウンした後の這いずり状態、あれの時の移動スピードが 40% アップします。で 40% ってどのぐらいなんだって感じなんだけど、実際そんなめちゃめちゃ速いわけではなくて、今までの不等腹痛っていう人格を振ると、1振るだけで 100% アップしてたんだけど、それの 40% だから言うほど速くないまあ3振ってたらさ、不等腹痛ってめちゃめちゃ速いんだけど、まあその 40% なんで、まあ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 って感じですね。でその代わり、不等腹痛のパーセンテージがまたちょっと調整されまして、1振りで 30% アップ、2振りで 60% アップ、3振ると 90% アップっていう感じなので、まあ今まで不等腹痛を振ってる振ってないとじゃあ、まあとんでもない差があったから、まあその差を多分なくすっていう意味での調整なのかなっていう風に感じました。思ってるほどね 40% ってそんなでかくはないです。じゃあまずはいろいろ紹介していこうかなと思うんですけど、今回まずね強化を受けた組から、お話ししていこうかなと思います。まず1人目、アンデッド。こいつはねめちゃくちゃ今回の目玉かなっていう強化入ってます。アンデッドはゲーム中一度だけハッチのいい場所を変更可能になりました。これめちゃくちゃ面白くない？今までさ、ハッチをその無理やり変更させるっていうキャラクターいなかったから、もう第5初の、効果ですね。一度だけハッチの場所を変更できる。まあアンデッドといえばなんだけど、4人ねせっかくダウン取ったとか、これ勝ちいけるとか、これ引き分けいけるっていうシーンで、あのサバイバーが無理やりハッチ上で待機することによって、無理やり脱出人数を1人増やしてしまうっていう、まあとんでもない戦略があるわけですよ。まあそれを今回防ぐアップデートだね。でハッチを変えれる条件っていうのが、もうハッチが閉じてても変えれるし、ハッチが開いててもそのまま閉じて別の場所で開けさせるってことはあるんで、まあ、どっちでもね、好きなタイミングでできます。まあ、ただし、ゲーム中1回だから、もう特にね、開いてるハッチをその変更してしまって、変更したことによって逆にサバイバーに場所バレちゃってそのまま脱出みたいなこともあるんで、まあ、変えるタイミングね、結構考えないと難しいかなとは思います。で、もう一つプラスで、これはシンプルに嬉しいんだけど、通常攻撃の判定の長さが少し伸びるということで、まあ、判定時間の長さだから、通常攻撃の距離自体は伸びない。まあ、ただし、そのモーションに合わせて、通常攻撃の判定の長さがちょっとだけ伸びる、判定がある時間が伸びるって言ったら分かりやすいかなっていう感じになっております。さあ続きまして、結婚者クモの情報修正入りました。これが最初に持っているクモ糸の量が10増えるようになりました。まあこれによって、まあ10かって感じだけど、まあ基本的にクモ糸って最初20使っていくって感じなんで、まあなんだろうな、一発与えて二発目与えるまでのそのクモ糸のセットを40まで貯める時間が早くなるって考えたら多分いいのかな。二発目入れるのがちょい気持ち早くなるっていう風に考えたら、まあ初動が強くなったなっていう風には感じます。さあ続きまして、復讐者レオにも強化入ったんで見ていきましょう。で、前からできた技なんだけど、赤いパペット限定で居合切りって技ができたんだけど、それが今回から黄色パペットでもできるようになりました。これシンプルにでかいよね。いきますよ。今黄色投げて、入れ替わると、はい、このように謎のラインが出て、このライン上にサバイバーに対してワンダメージ与えることができます。で、設置後のパペットでも、これは可能なのかな。はい。入れ替わりで攻撃振る。はい、このようにヒットします。まあ、ただし、複数サバイバーがいる場合は、一人だけね、ヒットすることができます。これシンプルにさ、めっちゃいいよね。まあ、傲慢採用してるレオとか、存在感1段階目から、だから全然ファーストチェイスから居合切りが可能になりましたっていう感じで、まあ、純粋な強化ですね。はい、このようにヒットできると。いや、これマジでね、レオ、全然、ね、今まで以上に、序盤が安定しやすくなったのかなとは思います。はい、続きまして、鹿ですね。鹿に関しては強化ではあるんだけど、どちらかといえば、まあまあ、最適化に近い感じの調整になってますね。常に画面中央に照準が追加されて、で、チェーンが障害物に命中できるときに照準が変化するようになりました。まあ、これは多分イメージ近いのは患者かな。はい。患者ってさ、ずっと常に画面中央に出てて、あ、今ヒットできますよってときに、乗り越えとかだと黄色くなったりとか、っていう風な、
モードになるんで、まあ、それに近い感じになるのかなと思います。はい、続きまして悪夢オールフェイスの強化が入りました。まあ、これねめっちゃ重い。まあ、確かにね使いにくいっていう人もめっちゃ多かったから、まあ頷ける強化かなっていう風に感じてます。結構強くなってる。まずカラスの性能がかなり上がってまして、カラスが飛んでいくまでのスピードが、上がっております。まあ、これによって、まあ、目標のサバイバーだったりとか暗号機、椅子とかにね飛んでいく時間が、早くなった。で、さらに、その、サバイバーに対して飛ばすときに、サバイバーに吸い付く距離感っていうのがアップしてます。すごいね、これ難しくて、チェイス中にさ、サバイバーに向けて出したのに、あ、ギリギリ当たってないんだ、みたいなの結構あったから、まあ、それがかなり少なくなると思います。だから、チェイス中もガンガンつけるようになったね。で、あと、カラスを長押しして、暗号機とか椅子に飛ばすときのモード、あれにするときのため時間が短縮してます。まあ、これはまあ、あんま変わんないかなっていうふうに感じるんだけど、まあ、少しでもね、硬直が短くなっております。で、今回さらにカラスに見つかったサバイバーに対してデバフを与えるようにできるようになりました。これがね、めっちゃでかい。カラスにまとわりつかれたサバイバーは、解読スピード、治療スピード、板窓操作スピードがすべて 10% ダウンします。これめっちゃ便利じゃない？まあ、解読に飛ばすもよし、はい、立て直しに飛ばすもよし、とか、チェイス中のサバイバーに対して飛ばすことによって、恐怖とかも取りやすくなるし、普通にこれ、めちゃめちゃいい効果だなっていう風に感じてますね。だから今だと、カラス飛ばしたとしても、その、暗号機に瞬間移動するかどうかっていう読み合いしかないから全然飛ばす意味がなかったんだけど、まあ、これによってね全然飛ばす意味が出るようになりました。で、さらにオルフェウス自身の能力も上がってまして、板を当てられて気絶された時の時間が、0.3 秒短縮されたのと、飛びかすめるモード、ターゲットをロックオンしてビュンってね一気に距離を詰める攻撃、あれの攻撃硬直がさらに短くなったっていう風に書いておりますので、まあ、純粋にチェイスも強くなったし、暗号機負荷もできるようになったし、まあ、カラスの性能も上がっているから、まあ、純粋に操作性めちゃめちゃ上がってると思います。うん、早くランク戦来てほしいね、このキャラクターは。さあ、続きまして強化サバイバー組いこうかなと思います。まずは探訪者、まあ、これはどちらかといえば最適化に近いんですけど、まあ、サバイバーとハンターがすごい近くにいる場合、ハンターに優先的に磁石がつくようになりました。まあ、これとか例えばその磁石スタンを決めてその風船救助しました。で、その後にしっかりとサバイバーだってハンターの方に近づいて、まあ、磁石を投げて2連スタンみたいなことをよくしてたんで、まあ、それがまあ比較的誰でもやりやすくなった、今までやってたテクニックがまあより簡単になったって感じなんで、まあ、めっちゃ上手い人からしたらあんま関係ないかもしれないけど、まあ、誰でもやりやすくなったっていう感じの調整ですね。はい、続きまして脳幹視なんですけど、脳幹視くっそ強くなってます。はい、まあ、どこまで強するかわかんないんですけど、まあ、見ていきましょう。はい、まずね、棺桶をフィールドに召喚する、スピード、あれが5秒だったんだけど半分のね 2.5 秒に短縮されました。さらにね、サバイバーを棺桶から脱出させた時に、よいしょって降りる秒数があったんだけど、あれが 1.5 秒から1秒に短縮されました。よりね硬直が短くなった。脳幹視ってね結構ね他のサバイバーを顔を見なきゃいけなくて、それの距離感が、12m って結構短かったんですけど、それが今回、21.9m に変化されました。ほぼ倍近くになったんで、まあ、相当遠い距離感からでもサバイバーの顔を見れます。で、まあ、ここまでだったら、まあ、順当に強くなってんなって感じなんだけど、この後のスキルがやばいですね。まあ、脳幹視のスキル、死者蘇生、まあ、棺桶でサバイバーを脱出させた時、あれの、その後の7秒間はなんと、ハンターの攻撃とかスキルによってダメージを一切受けないようになります。これやばくない？なんと、7秒間絶対にダメージ食らわないんだよ。その間に通電とかもし放題だし、とんでもない、無敵時間が生まれます。まあ、ただし、通電後はこの効果を失うんで、その7秒 OK っていうその無敵時間中にいきなり通電させて、反対に殴られてしまうと、すぐダウンするんで、そこはね、注意が必要なんですけど、まあ、どっちにしても7秒間無敵なんで、どっかしらの強い強ポジとか読み合いができるポジションには、逃げれるかなと思います。はい、続きまして、おもちゃ職人が強化されました。まあ、さっきの脳幹視ほどではないんだけど、強くなっております。まずね、全サバイバーが、マップ上のね、発射台を確認するようになりました。これね、今まで距離制限があったんだけど、まあ、いよいよね、距離制限なくなったということで、まあ、どこに行っても、まあ、見えるようになったかな。まあ、これはまあ、あっていいよね。だって、最初のロングワープがいつでも見れるんだから、それより弱いこの発射台が見えないっていうのが今までよくわからんかったから、まあ、これはね、来て妥当だったと思います。はい、続きまして、ハンターの発射台を壊す時間が2秒から 2.85 秒に増加しました。0.85 秒増加したんで、まあ、約3秒ぐらいになったかな。まあ、それでも結構、サクッと壊されちゃうんで難しいかなと思うんだけど、まあ、少し長くなりました。はい、次がね、今回強化された最後の、キャラクターでございます。呪術師ですね。まあ、これはね、ほんと昔はめちゃくちゃ強かったけど、今じゃもうパッたり消えてしまったキャラクターだから、まあ強化
来てほしかったんですけど、まあ今回ねこのキャラクター本当強化しすぎるととんでもないことになるのはもう目に見えてるから、どうなったのか見ていきましょう。ちょっとね強化内容がややこしいんですけど、まあ簡単に最初に説明すると、まず呪いを貯めるスピードが速くなったのと、呪術師ってその同じその効果範囲内だったとしてもハンターに近づけば近づくほど呪いを貯めるスピードって上がってたんだけど、それがさらに、溜まりやすくなったって感じになってますね。で詳しいその数字がこんな感じになっております。じゃじゃん、はい。今まで一番最速で呪いを一つ貯めるのに13秒約かかってたんですけど、それがアップデ後から8.6 秒で貯めるようになりました。でそのさらに貯めれる距離感っていうのも一番狭い範囲 1.7 メートルだったのが 2.5 メートルになったんで、まあ、より一層ね、一番早く貯まる距離感が増加してるって感じかな。はい、ということで今回は情報修正されたサバイバーハンターについて触れてみました。多分次回の動画では下方修正された、サバイバーハンターについて触れていこうかなと思っております。でまたその後々ぐらいに、次回ね本サーバーに実装されて実践形式で、まあ、どのようにね使えるかどうかっていうのも動画出してくれてるので、よかったらねチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。